皆様、はじめまして。私の名前は、タンジード・リスランです。タンジードと呼んでください。生年月日は、1993年の12月の17日です。26歳です。僕は、バングラデシュ人です。リオシンと一緒に、ダカ・サバルに住んでいます。家族は4人です。私と父と兄と兄嫁です。父は商売しています。兄は4番会社で働きます。母は9年前に亡くなりました。最近、大学から卒業しました。学部は English Literature です。私は働き者、正直、丁寧、そして親切な人です。趣味はクリケットをすることです。好きな選手はタミミッバルです。好きな色は青いです。ビリヤニとキチュリを食べるが好きです。ジュースとコーヒーも飲むが好きです。好きな季節は冬です。暇な時、音楽を聴きます。日本語はちょっと難しいですが、面白いです。毎日4時間勉強します。エグゼオミディグションで日本語を勉強しています。彼らはとても役に立ちます。すべての先生はとても上手です。日本語を勉強しに日本に行きたいです。仙台は好きな町です。将来は東北大学に勉強したいです。どうぞよろしくお願いします。